エントリーナンバー12南條こうやって会談を集めてるとですね本当にありがたいことなんですけれどもいろんな方とのご縁がつながりましていろんな会談聞かせていただくんですよねでもそんな体験者の方の中には 今までで生きてききてて、て幾度となく怖い思いいい思をされてきた。たそういっっっ方もやっぱりいらっしゃるんですよ。僕その日もそういったたくさん体験をされているというとある女性と都内のバーでもう6回目7回目ぐらいの取材の待ち合わせをしてたんですでも彼女時間になっても全く姿を見せなかったんですよねお酒飲みながら大丈夫かなって思いながら心配してたんですけど そしたらちょうど僕の右の視界の端お店の入り口があるんですけどそっちの方で何かふわっと動いたんですよあれと思ってそっちを向いたらびっくりしたんです彼女僕の真横にもう立ってるんですよえっていつ来たんだろうって思ってたら彼女そのまま僕の後ろすっと通って僕の左隣の席に座ったんですあお疲れ様ですって挨拶したんですけど彼女 下向いてうつむいたまんまゆら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 揺れながらぼそぼそ何か言ってんですよ。わざわざわ明らかに様子がおかしかったんでどうしたんですか大丈夫ですかって声かけたんですよねそしたら彼女がって顔を上げてぐーってこっちに顔を寄せてきてこれは私のものですから僕あまりにもびっくりすぎてがたって椅子引いて立ち上がっちゃったんですよ。 っていうのも今まで一度も見たことない表情聞いたことないトーンの声だったんです何度もお会いしてるのにで、僕気が動転しすぎちゃってちょっとトイレ行ってきますねで、ダだーってトイレ駆け込んで洗面台でバシャーって顔に水かけて大丈夫大丈夫気のせいだよそんなことあるわけないんだから今まで一度だってなかったんだからああ大丈夫だよって自分を無理やり押し付けて 落ち着かせてトイレのドアガチャって押し開けたのに目の前に彼女いたんですぐーっと顔を寄せてきて僕の身元でこれは私のものですからこの時感じたもの僕いまだに的確にこれという言葉を見つけられてないんですでも強いて言うなら殺されるかと思った そういういいい感覚が一番近いと思います。僕そのまんま腰抜けちゃって力入んなくなっちゃって地面にドサッって音立てちゃったんですよねそれでマスター気づいてくれて「どうした南條くん」って言って来てくれて「あすいません」ってよろよろしながら自分の席に戻ってなんとかなんとか自分を落ち着けたんですでカウンター越しにバーのマスターになんかさっき彼女 ちょっと様子おかしくなかったですかなんか、待ち合わせしてたのに、来て何も話さずに帰っちゃったし、お酒も飲まないし、変ですよね話し振ったら、え今日お客さん南条くんしか来てないけど、何言ってんのいや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 まや、そういう冗談よくないですよ。だって、僕、待ち合わせしてましたし、彼女実際いたんですよ。だって、話もしたんですから、様子おかしかったですけど、待ち合わせって、 え何も本当に聞いてないの2時間ぐらい前だったかなバーにさ電話ってなんか風邪かなんかで声出なくなっちゃったから「今日行けません予約してたんですけどすいません」って電話あったぜそれにさ何度も来てるから知ってるでしょうちのドアちょっとでも動かしたらガラン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 でかい音鳴るじゃん絶対音鳴ってなかったぞ確かに音鳴ってなかった えじゃあ僕誰と今会ってたんだあそっか誰も来てなかったんだこの時点で僕過去の取材で彼女から聞いていたたくさんのお話が頭をバーッとよぎってちょっと納得してしまったんですよねと同時に彼女のこの件に関してこれ以上深入りする覚悟 ななくっってしまったんです彼女から本当にたくさんのお話を伺ってました中には僕の人生経験程度では到底語る言葉を持ち合わせないようなとても辛くて怖いお話複数あったんです人生を通して単一の何かからずっと怖い思いをさせられ続けているというこの女性その女性の見た目の何かが僕に言ったこれは。 私のものですから、この言葉に僕が感じた恐怖だったり、殺されるかもしれない、そう思ったその感覚、少しでも皆様にお伝えできていたのであれば幸いでございます。ありがとうございました